目の前に心を閉ざした人がいるとします。あなた、氷のままではいけません。温かい人になりなさいなんて一般的に気安く言えません。方法論もなく効果のほども知らずというのでは喧嘩になるかもしれません。でもたった一つ方法があります。自分が太陽になることです。自分が北風のままであれば、その人の氷はいつまでも溶かせません。自分が自分で太陽になる。これは簡単です。相手を変えるのではなく、自分が変わるのですから。清浄仏教で言う、自分が悟ればいいのです。自分が太陽になればそれでいいのです。自分が太陽になれば、その結果、周りの人が安らぎを覚えて暖かくなり、楽しくなり、やる気が出てくるかもしれません。